今回は買って後悔したバイク用品10選をご紹介します。とっても操作性が悪くなりました。あれと同じことが起こってしまいます。美味しいけれど毒があるサブカルクソ女フグです。私は快適なバイクライフを送るために日々いろんなバイク用品を試しているんですが、中には買ったものの全く使わなくなってしまったものも結構あります。この動画を見ることで購入すべきでないバイク用品がわかります。そしておすすめのバイク用品もご紹介するので、ぜひ最後まで見てください。1. チャック式のスマホホルダー。防水機能がついてていいなぁと思って購入したんですが、とんでもなく使いにくかったです。チャック式になっているので、ビニールがスマホ画面の上にかぶさっていて、手でタッチしてもなかなか反応しません。いちいち手袋を外してスマートフォンを出してナビを設定してまた戻すというね、この工程がとんでもなくめんどくさかったです。他にも雨の日は袋の中が結露する、晴れの日は太陽がビニールに反射してスマホ画面が全く見えないなど、使いにくい点が多く、この商品を買ったことをとても後悔しました。また格安スマホホルダーを使っていて、運転中スマートフォンが落下しちゃって粉々になっちゃったという話もよく聞くので、ぜひ慎重に選んでください。私のおすすめはこちらのラミコールです。ワンタッチでつけれるし、バイクにねマウントするのもめっちゃ簡単だけど、しっかり固定してくれるので安心して使えます。 2. プラスチックのフックがついたツーリングネット。理由としては、太陽やバイクの熱でプラスチックが劣化して突然壊れてしまうからです。洗濯バサミも日光で劣化して突然壊れたりすることがありますよね。あれと同じことが起こってしまいます。荷物をしっかり積んでいたのに突然フックが壊れてしまい、荷物を走行中に落としてしまうというケースはとても多いです。私は荷物を落としてしまったのに気づかないでしばらくバイクを走らせてしまい、気づいて戻った時には自分の荷物が車にひかれても粉々になっていたことがありました。走行中に荷物を落とすと他の人を巻き込んだ事故にもつながりかねないので、とても危険です。ツーリングネット、荷物紐などを購入する際は、このような金属のフックをついたものを選ぶことをおすすめします。 3.5V 1A 以下の USB 電源。スマートフォンを充電しながらツーリングするために USB 電源を購入する方は多いと思いますが、 USB 電源にも種類がたくさんあります。5V 1A 以下の USB 電源を選ぶと、ナビを見ながらこう充電しているとスマートフォンの電源がどん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 減ってしまうんですね。なので USB 電源を選ぶときは最大出力 2A 以上のものを選ぶことをおすすめします。4. レインシューズカバー。まず靴の上から履くものなのでものすごく履きにくいです。そしてレインシューズカバーを履いたまま歩くと歩きにくくてすっごく気持ち悪くて、結構すぐ破けます。雨が降ってきた時にレインコートを着てレインシューズカバーをつけてとねやることが一つ増えてしまうのもストレスです。初めから防水機能のついているライダーシューズを買うことをおすすめします。 5. タンクバッグ。これに関しては意見が分かれると思いますが、私はタンクバッグを買って後悔しました。一番の理由は取り回しがしにくくなることです。私はバイクから降りていつも取り回しをしているので、タンクバッグがついているとハンドルの操作のしにくさをすごく感じました。バイクに乗り降りする時もいつもより不自由さを感じました。さらにタンクバッグをずっとつけていると摩擦でタンクが傷ついてしまうことが結構あります。ただ ETC がついていないバイクに乗っている人はすぐにね前からお財布が出せて便利だったり、地図を見ながらツーリングする人はそこに地図を入れていたりするみたいなので、好きな人は好きみたいですが、個人的にはタンクバッグ嫌いです。なのでタンクバッグは全く使わなくなり、荷物は全部トップケースに入れるかタンデムシートに縛り付けるかしています。トップケース最高。 6. オールシーズンウェア。オールシーズンウェアは本当に使いどころがないです。夏は暑すぎて着れない、冬は寒さをしのげないということで、快適に着れるシーズンがほとんどありません。その割に値段が高いので、オールシーズンウェアを買うぐらいだったら冬用1枚
夏用1枚と2枚持ちするのがおすすめです。ちなみに私は夏はこの串谷のメッシュジャケットを着ていることが多いです。グローブはファイブのメッシュグローブを愛用してます。そして冬はこの MA1 を着てバイクに乗ってることが多いです。まあ、これはバイク用じゃないんですけど結構あったかいので気に入ってます。7、ハードシェルバッグ。一時期ライダーの間でとても流行っていたハードシェルバッグですが、今ではあまり使っている人を見なくなったと思いませんか？デザインはスタイリッシュだし背中のボリューム力は上がる、最高と思っていたんですが、圧倒的に収納力が足りませんでした。バッグ自体が伸縮性のない素材なので入れるものの形や大きさをかなり選びます。私のバイクはトップケースが付いているので荷物はだいたいそこに入れてしまうんですが、トップケースがないバイクに乗るときはこのような大容量のウエストポーチを使っています。ちっちゃく見えてね、結構いろいろ入るんですよ。ペットボトルなんて楽々入るし、これは Amazon で 2,3,000円で買いました。フリートゥーって読むのかな。結構昔からこれ愛用してます。8、ハンドカバー。冬場のツーリングってとっても手が冷えますよね。その対策としてハンドカバーを試してみたことがあるんですが、とっても操作性が悪くなりました。手元が袋で覆われて見えなくなります。なのでウィンカーやクラクションを押し間違えてしまったり取り回しもしにくいです。確かにあったかくはなるんですが、操作性のしにくさ、そして見た目もあんまりかっこいいなと思えなかったので、しばらくして使わなくなりました。今年の冬は電熱グローブデビューしちゃおうかなと思っています。9、安物の電熱インナー。 Amazon でベストタイプの電熱インナーが安く売っていたので試してみたことがあるんですが、実際に着てみるとあったかくなる面積が少ない。これだったらカイロ貼って走ってるのとあんま変わんないなっていう体感でした。電熱インナーはバッテリーを充電したりする手間もあるので、これぐらいの暖かさだったらもうカイロでいいやっていう日が増えて、どん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 使わなくなってしまいました。電熱インナーの購入を考えている方にはヒートマスターがおすすめです。確かに値段はちょっと高いんですけど、外にいてもこたつの中に入ってるぐらいの暖かさを体感できます。10、フェイスマスク。これはバイク女子あるあるかもしれないんだけど、チークパッドに日焼け止めだったりメイクだったりとかが結構ついちゃうので、それを防止するためにフェイスマスクを購入しました。しかしフェイスマスクをかぶりヘルメットを装着しようとすると、チークパッドで擦れてマスクが絶対に下にずり下がるんですよ。わーって。なんとかヘルメットの中に手を入れてフェイスマスクを整えてツーリングに出発したんですが、1時間走行して立ち寄った道の駅で衝撃の事件が起こりました。なんとフェイスマスクを外したらくっきりとここにフェイスマスクの跡がついてしまってたんです。くっきりとついてしまったその跡は1日中取れることはありませんでした。誰にも会わないソロツーリングだったらまだいいんですが、友達とツーリングをしていてご飯休憩だったりトイレ休憩だったりするときに毎回ここにくっきりと跡がついているのはとても恥ずかしいと思い、私はその日以降フェイスマスクを使うことはなくなりました。フルフェイスじゃなければね問題なく使えるかもしれないんですが、フルフェイスを愛用しているライダーの皆さんにはフェイスマスクはあまりおすすめしません。顔に跡が残らないフェイスマスク知ってるよっていう方がいたら概要欄にぜひ書いてください。速攻で購入します。最後に今日の動画のまとめです。買ったら後悔するバイク用品10選。1、チャック式スマートフォンフォルダ。2、プラスチックフック付きのツーリングネット。3、5V1A 以下の USB 電源。4、レインシューズカバー。5、タンクバッグ。6、オールシーズンウェア。7、ハードシェルバッグ。8、ハンドカバー。9、安物の電熱インナー。10、フェイスマスク。以上です。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございます。何かバイク用品を購入する際の参考になったら嬉しいです。そしてチャンネル登録、高評価、コメントたくさん待ってます。バイバーイ。